斉藤雅樹さんパワプロ能力スタミナどうなってんねん W。 1軍で年間10人くらいしか投げてないシーズンがあったはず。チームに貢献なら完投することでリリーフ休ませたのも貢献だと思う。そもそも11試合完投とかしておいて、その年の最多投球回ですらないのが笑える。他でどんだけ迷惑かけてたんや。11完投の内容、完封勝利が3試合連続を含む4回、一次席点の完投勝利が4回、二次席点の完投勝利が3回。まっすぐの伸びとスライダーのキレとコントロールとバッターの考えを読む力が全部抜きんでてた。アメリカ帰って HR を取ったフィルダーが全盛期の斉藤牧原送電はメジャーローテ張れるって言ってた。動画を作成する活力になりますので、チャンネル登録していただけると震えます。